さまざまな人が新生活を始める中、この春高校を卒業し、幼い頃からの夢、キラキラと輝くサーカスの世界に飛び込んだ女性がいます。高知を飛び出した19歳の挑戦に密着してきました。旅立ちの季節、夢や希望を胸に生徒たちはそれぞれの道に羽ばたこうとしていました。期待に胸を膨らませ大きな一歩を踏み出した生徒がここにも。西山美代さん、放送部の部長を務め、明るく気さくな性格でみんなを引っ張ってきました。彼女が夢見てきたのが、私は桜サーカスの一員になります。幼い頃からサーカスが大好き。高知で公演があった際には必ず見に行っていました。園児の時からサーカスに入ると周囲に宣言。高校生になってからは進学を考えていましたが、高知に来ていた桜サーカスを見て SNS で入りたいというメッセージを送ったといいます。少しの不安はありましたが、迷いはありませんでした。高知を出るっていうのと、まあ叶えにくい夢じゃないですけど、結構限られた世界じゃないですか。そこへの不安はちょっとありました。いろんな人を笑顔にしたりとかで、自分もそれで楽しめたらなって思ってます。思い切った決断に後輩と同級生は、普通とは違う経験とかそういうのがたくさんあると思うので、乗り切って楽しんでほしいなというふうに思います。たまに呼んでくれたら行くわ。見に行くわ。招待はセンディーは、あのどこの県におる、どこの国におるだけ教えてくれたら行くわ。サーカスというこれまでの生活とは全く異なる道を切り開いた西山さん、無事入団し最近働き始めたということで、広島市までやってきちゃいました。広島市の中心部から少し離れたところで今桜サーカスは活動しています。旗揚げは2020年、和歌山県世界大会で金賞を受賞した実力派の演者たちが揃っていて、西山さんがメッセージを送ったのは一昨年の高知公演の時でした。大きなテントのすぐそばにあるトレーラーが西山さんの住まいです。おはようございます。どうぞ。いいですか、お邪魔します。なんだかおしゃれになりましたね。ありがとうございます。高校卒業したんでメイクとピアスと。お実際に働いてみてどうですか。こうみんな優しくてフレンドリーなのですごく楽しいです。慣れてきました、仕事は。ちょっとずつ。憧れのサーカスでの生活、一日の流れはこうです。朝は8時半から仕事が始まります。およそ1000ある席を拭いたり、ステージを掃除したり。おはようございます。 A 席、両側の席ですね。空いてるとこお座りください。公演は1日に3回から4回あり、来場者の案内も主な仕事です。演者としての夢を持つ西山さんですが、誰もが必ず通る道とのこと。そして公演中はフリータイムの時もあるそう。先輩団員たちの華麗な技の数々をしっかりと目に焼き付けます。ありがとうございます。公演が終わるとお見送り。
お客さんたちは揃って興奮した表情や笑顔を見せながらテントを後にしているといいます。いつか自分も人々をあの笑顔に。そんな夢に向けてついに西山さんの稽古も始まります。今日はアドリと練習があるんですけど、ドキドキとワクワクが。どっちが大きいですか？ちょっと緊張が大きい。どんなことするのかが分かんなくて、がちょっとドキドキします。今日また頑張ってください。頑張ります。公演後のテント、子供から大人までおよそ20人が自主練習を行っていました。すごい。怖くないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？どれぐらい練習してるんですか普段？中学校も7年ぐらいやってます。7年。それは高さも怖くなくなるかもしれないですね。そう、慣れですね。西山さんも初稽古にやってきました。少し緊張しているように見えます。サーカスの演者として何よりも大切なのは柔軟性。軟体芸が得意な先輩アドリアナさんとストレッチからスタートです。あの柔らかさでなんか技が綺麗に見える。全ての基礎が柔軟なんですね。はい、そうです。ベース、ほぼ、はい、ベースになります。一緒にやります？え、いいんですか？はい。私も挑戦します。あの、できるところまで、さ、ペタンってする。あ、わかりました。感じです。おお。ここです。西山さん、お願いします。はい。優に越された。すごいな。ものすごく柔らかかったんですけど、何かされてたんですか？小さい時にクラシックバレエしてました。え、クラシックバレエ小さい頃して、はい、今まで何かされてたんですか？はやってない、家で自分で柔軟したりしてました。それはサーカスに入りたいから。はい。あー、せーの、危ない。ちょっと押したら、せーの、わかる？さっきより力抜けてる。こっち、せーの、そう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 、そっちの方は開いたままやったから、そっちの方がいい。お疲れ様でした。お疲れ様です。正直どうでした？めっちゃ柔らかいです。本当に普通の人よりめっちゃ柔らかいんで、ちょっとやりやすかったし、なんてちゃんと言ったことをちゃんと頭に入れようとしてるんで、ちょっといい感じです。見込みはありそうです？え、全然いけます。あと何ヶ月か練習しなきゃいけないんですけど。西山さんは稽古の後も自主練習を続けます。今は疲れの具合はどうでしょう？あ、ちょっと疲れました。たくさん褒めてくれたんで楽しかったです。大好きなサーカス、そこはまるで家族のようで、 SNS のメッセージという異例の入団となった西山さんを温かく受け入れてくれています。とっても愉快で優しいメンバーに囲まれていますが、まだちょっぴり寂しさも。電話してます、お母さんに。いつでも帰ってきやって、こうしんどかったりしたら戻っておいでって言ってくれたことがすごく安心しました。いつも味方でいてくれる家族、応援してくれている人たちに見に来てほしい、その思いが彼女の原動力になっています。自分がこう見て憧れてたアーティストたちみたいな照明をこう浴びて、お客さんの前で披露する姿を見せたいです。しんどいこととか大変なこととかも多いと思うけど、頑張って毎日コツコツこう
積み上げていきたいです。応援してくれる人たちの期待に応えられるように、いつか自分がステージに立ち、大勢の人たちが歓声を上げてくれるその日を夢見て。西山さんの歩みは始まったばかりです。